今ね、めちゃくちゃ電話かかってきててですね、こういう形でね、要は地方書士事務所に NHK の、これ個人情報出るんでこの先出さないですけど、まあ請求書をですね、司法書士の加代先生や村岡弁護士の方に皆さんのところに送る請求書、まあ振込用紙とかも言いますけど、NHK の受信料を払ってくれというような用紙をですね、今まで加代先生や村岡弁護士のところに送ってくれてたんですが、なんと NHK 請求書受け取り代行サービスに対する NHK からの嫌がらせが行われていてですね、これ届いてる人は結論もう答えだけ言っておくと、そのまま保管してもらってもいいです。引き出しに入れといてくれても構いません。2番目、ゴミ箱を捨ててもらっても構いません。全く問題ないです。で、3つ目は受け取り拒否で、封筒に書いて皆さんの印鑑をしてもらってポストに入れてもらっても構いません。いずれにしても皆さんのところにこれまでこのように加代先生のところに送られたものが再び皆さんのご自宅に送られてしまいます。ご家族の方で心配する方いると思うので、こちらにね、せっかく委任をいただいてるんですが、そこについては NHK もですね、法律を調べるとですね、確かにそういうね、間に弁護士が入ったからといって、弁護士の事務所に送らなきゃいけないって法律は確かにないんですよ。これまさに、もう本当にこれまでの社会通念上、普通、だから例えば離婚をね、こうやって揉めてますよねと、離婚を協議しようとしてる夫婦が直接話したら、余計喧嘩になるから弁護士立てるわけですよね。でも片方しか弁護士立てなかったら、これ両方立てたら弁護士の規約がある、まあ弁護士法というか弁護士の規則みたいなのがあって、弁護士同士しかやらないんだけど、片方しか弁護士立てないと、例えば奥さんは弁護士立てました、じゃあご主人は弁護士立ててないという場合に、ご主人はこの弁護士じゃなくて直接奥さんに言っていいんですよ。なるほど、そりゃそうですよね。言っていいの、これは言っていいの一応。ただまあ言っていいけども、普通もう弁護士が立ったら喧嘩になるから、もう奥さんからしたら言ってきたら、いやもうだから弁護士言ってって言ってるじゃんみたいな。そうですね。基本的にそういう流れですね。はい。ただ法律上はそういうことをしちゃいけないって法律がないので、NHK もこれまでは認めてたんですよ。でも彼らは調べた結果、まあ簡単に言えば法律上問題ないから皆さんに送りますって嫌がらせをしていると、こういうことです。そういうことですね。斉藤君に来てもらったのは、これ質問をね、国会でしてもらいます。まあいわゆる NHK が来年度予算についてですね、国会で承認をもらわなきゃいけないということなんで、まあ斉藤君と浜田君は NHK の予算を審議する総務委員と、参議院総務委員ということなんで、直接 NHK や、あとは会計検査院、総務大臣に対して NHK の受信料に関しての質問をしてもらいます。いずれにしてもですね、我々国政政党でなくなったということについては、まあこれ仕方ないことです。ただやはり強いのは国会議員が2名いるっていうことなんですね。国会議員が2名いることによって、文書通信対策交通費とか、まあ斉藤君の議員報酬とか秘書6人が税金でもらえたり、あとは立法事務費とかもこちら入ってきますので、当然多くの方がですね、支援をいただいていますので、これまで通りのサービスは続けていきます。これ、NHK から来ているものっていうか、まあ普通郵便で来ているものと思ってください。で、郵便局の人が、サインください、ハンコかサインくださいってピンポンと押してきて、それで取り寄せた書類がもしついたら、それは裁判の予告になりますので、その時は私の携帯のわけです。でもその確率は、多分5万年かかるって言ってた。そう。確率はね、去年だけで契約書不払いして100人です。約100人です。年間100人でどれぐらいしか不払いしてるかって800万人なんで、万人ですから、単純に当たる確率は800万割る100なんで、1万分の1ぐらいです。0.01% なんで、まあもちろん、村岡弁護士や加代先生に委任している人については、NHK はこれまで裁判してきたことがありませんので、皆さんのところに裁判所から書類が届く、いわゆる書き留め郵便が届くっていうことは、まずないと思いますけども、来たら、もう万が一来たら連絡ください。ちなみに今、裁判されている人は、今よくニュースに上がっているのは主に、契約していない人ですよね。裁判になってる人はね。もちろん裁判された時には、こちらの方でお金を払って、あるいは裁判をこちらで引き受けてですね、皆さんの方にはご迷惑をおかけしません。金銭的な負担とか、裁判所に出てくることはありませんので、クレジットカードがなんかブラックになるとか、使えなくなるとかね、家賃が賃貸物件借りづらくなるとか、ましてや警察が来るとか、資格を失うとか、そういったことは社会的な不都合って一切ないんですよ。そういうところ、受信払ってないな、もちろん。払ってない、払ってない。僕、今、ちょっと10万円超えましたね。国会議員が滞納してますから、大丈夫なんですよ。一番わかりやすいよね。はい。僕のところだから知らずに NHK の方から電話来ましたからね。で、電話出たら、NHK から国民守る党の参議院議員の斉藤源一郎ですって言ったら、あ、そうですか。わかりました。若干これについて切られましたね、今。なんでやねんのね。要件言うよな。まあ、要は、私の知り合いの弁護士とか、当然警察官とか、もちろんこうやって国会議員とかも、NHK と契約して受信料払ってない人は大勢いますから、もうなんなら、集金に、NHK の集金にも、あんな払うやつ、払ってるんですか？あんな払うやつおれへんでしょみたいな。集金人自体が払ってないんですよ。ですから、正しい知識を持ってですね、皆さんは、これまでね、ちょっと郵便が届くだけでも嫌っていう方いらっしゃったんで、受け取り代行ってしたんですけども、NHK 側がどうしてもですね、皆さんに郵便が届いたら気持ち悪いやろとかっていうね、そういうね、まさに嫌がらせには負けないようにしていただきたい。ちなみにやっぱ契約だけはしといた方がいいですね。まあそうですね、ここについては契約はしといていただいた方が、万が一我々が活動が止まった時がですね、これ5年後とか10年後に立花が死にましたとか、選挙で勝てなくなっちゃったってなった時に、皆さんが払う額がですね、契約さえしといてもらえれば、衛星の契約で最大14万円ぐらい、地上契約で8万円ぐらいですから、契約しない場合はね、下手したら100万円とかってなりかねないので、そこだけは契約して不払いと。まあできればテレビはもう捨てていただいて、チューナーレステレビに置き換えるというのを強くお勧めしてます。はい。ということで、ぜひね、斉藤君の今回の質問は僕がある程度作って、斉藤君が一生懸命、できるだけ短い言葉で、たくさんの質問をかけて、とにかくね、面白い質問に今回なると思いますので、我々はちゃんと NHK と戦う活動をしていてですね、これまでちょっとね、本当に、ある意味不毛な戦いをこの約1年間してきたんですが、これからね、ちょっと本当前向きに、特にちょっとね、今日ワクワクしてるのは、今日天下取るぞって宣言してるんだけど、やっぱりね、東京都知事選挙で30人候補者出して、NHK の正規放送で30人が NHK ぶっ壊すってやるわけ。延べ時間数、6時間にわたって NHK にお金払うのはこうやってみんなやっていくわけ。これを考えたらワクワクするし、もうポスター掲示板にはいろんな人がポスターを30枚ダッと貼るわけね。これにお金がかかってたら、それは、金使ってるやんってなるんですけど、おそらくこれで、9000万使って1億4000万もう返してもらおうと、いわゆるこの政治で目立ちながら国民の皆さんに役に立つことをしながら、なんと利益まで得ているっていうね、運転資金ですね、そのお金を使ってまた皆さん NHK からものね、 NHK の以外をお守りしていこう。政党助成金が今ちょっと失ってしまいましたけども、新たな手を考えてですね、やっぱり選挙で目立つ活動をしておいて、それでお金まで儲かってんのと。やっぱりそういう国家運営、政治家っていうのは、うまく PR をしながら、国の利益を上げていかなきゃいけないんですよ。もちろん、お金を出してくれる人は、俺の孫の写真貼りたい、犬の写真貼りたい、自分の推してるね、ホステスの写真貼りたいとか、自分の主張を言いたい、ただ選挙に行ってくれる人を増やしたい、いろんな思いで、ポスター掲示上の、貼る権利を1万円でね、寄付をしてもらえるということで、いや、本当頭いいな、自分でも。そうやって市民の方々たちが、国民の人たちが使っていいんだということをね、分かっていただきたいですね。これは東京都選管にも確認して OK もらってますので、完全な合法でなりますので、もう本当にマイナスのお仕事はこの1年間はやりましたけど、これをもう完全に止めてですね、もう裁判の負けは負けとして認めていきます、認めた上でですね、我々が行っているこの NHK の被害者をお守りする、NHK にお金を払わない方をお守りすることについては、これまでの通り続いております、コールセンターの業務も続いておりますので、安心して受信料の不払いをしていただきたいと思います。要は78% しか集めてないのに、本当はもっと低いんですよ、でもなんか NHK は 78% の支払い率で、まるで俺たちはそれで完璧なんだっていうのはね、それで1500万円の職員の年収をもらうっていうのが、本当にいいのかどうかっていうのについて、第4の権力である会計検査院にも国会にお越しいただいて、斉藤議員がバシバシと突っ込むことになってますので、期待していただきたいと思います。上がったら皆さんしっかり切り抜きもお願いいたします。はい、ということで、NHK をぶっ壊す。NHK をぶっ壊す。